こんにちは。こんにちは。離婚して嫌だ。嫌だ。セブさん、お昼です。お昼配信。そういえばトーク会でさ、海外の方来てくださってさ、めっちゃ日本語上手だったなっての思い出した。日本語って難しいっていうよね。めっちゃ上手だった。こんばんは。なんか配信でたまに私がなんか結構変な日本語使うじゃないですか。急に絶対さ良くないよ。絶対良くないよね。なんか頑張ってさ聞き取ろうとしてたらさ、変な日本語たまにさ言うじゃん。やめた方がいいよね。しっかり話した方がいいよね。こんにちは。ね、こんちくわとか言っちゃいけないよね。急にサーザー何言ってんだろうってなっちゃうよね。ありがとう、ありがとう。さくら、ありがとうございます。ダジャレはやめないですね。やめられないって感じです。ダジャレはなんかやめようって一時期思ってたんですけど、ちょっと無理だったんですよね。なんか学校の友達になんかいつも変なこと言うよねみたいな言われた時に、じゃあやめる、もう明日から言わないって言ったんだけど、無意識になんか言っちゃうものなんですよね。髪の毛伸ばしていいですかね。なんかいつもこの話してない。なんかさ、都会ででもボブが好きだからみたいな感じで、結構な頻度でみんな言ってくれたんだけど、伸ばしていいかな。こんにちは。伸ばしていいかな。まあ伸ばすって言ってもなんか長めのボブ、長めのボブっていうかそんな肩くらいまでしか伸ばしちゃダメなんだけど。なんかさ、なんかボブがいいって言われたんだけど、いっぱい5月はさ、そうブログに書いて思い出したんだけど、5月は撮影会があるんですよね、ツーショット。なんかさ、そういう時にさ、いつも通りの髪型だったらなんかつまんないかなみたいな、ちょっと伸ばした方がアレンジできるかなみたいな思ったんだけど、まあでも私の言葉はあんま信用しないでください。特に髪の毛に関しての言葉は。すぐ気が変わるからね。サタにロング派でしょ。ロングのサタ見たことない。見たことないかい。こんにちは。危な、くしゃみを全世界に発信してしまうところでしたね。こんにちは。何の話してたっけ。くしゃみで忘れちゃった。
なんだっけ、何の話だっけ。なんかくしゃみを発信するほどじゃないでしょ、まだ半年って。まだ半年でもないから、もうすぐ半年だね。そうでしょ、ん ?4 月1日に半年になるでしょ。早くない、早くない。加入してすぐだからっていうさ、あのワードがさ使えなくなるよね、もう半年もいたら。半年だから仕方ないよねとはならないよね。半年もいるじゃんになるよね。こんにちは、まだ入ってすぐだからっていうワードが使われなくなりますよね。全然使ってないんですけど、ティーンズユニット残り6日です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。今日はティーンズユニットの夢を見ました。サータン気の使える子やねって言われてる。え、なに、なに、なんですか。え、その気を使える系のお話していいですかね。定点を、時間がないの、この間の定点見てて、僕らはつなぐもので、悪い夢ティーンズユニット、ティーンズユニットのなんか発表みたいな日があって、あ、知らないよ、本当にあるかは知らないけど、なんか変なステージみたいなところにいていて、でなんか発表しますみたいななって、もうなんか3位くらいまで呼ばれず、あ、もう無理だってなってなって、もうやばい夢見た、夢見た。こんにちは。でもなんかこういうのってちょっとオーディションを受けたことを思い出す。なんかアイドルオーディションさ、アウトオブしか受けたことないけど、アウトオブの時思い出す。こんにちは。呼ばれる？呼ばれない？いや、もうここまで来たら呼ばれないみたいなのを思い出しますよね。まあ今は皆さんを信じてるので大丈夫だと思います、とか言っちゃって、言っちゃって、言っちゃって、こんにちは。でも私がやれることはやってるんじゃないかなと思います、思いますよ。どうだろう、わかんないけど、やれてるんじゃないかなって思う。こんにちは、フィルト、ありがとう。いや全然、なんかもうティーンズユニットの話しないんですけど、全然なんかマネージャーさんとかにも別にティーンズユニットの話何もされないし、なんか本当にね、わからないんだよね、何も。だからありがとう。そう、僕らはつなぐものでね、リハの時に見つめ合うところあるじゃないですか、こう半円になって見つめ合うとこと、一列になった時に見つめ合うところ、隣同士で、でこう違うんですよ。半円になった時は美晴さんの方から見るので、その次に愛理さんのことを見るんですよ。で一列になった時は逆で、愛理さんの方を見てから美晴さんの方を見るんですよ。でもリハの時に
円の時は合ってたんだけど1列の時に逆向いちゃって、でああこっちだって なったんですけど、でそしたら本番で愛理さんが私が多分忘れてても大丈夫なように気づくようになんかなんていうの触れてくれててお手を触れてくれててお手を振ってくださってくださってちょっとまたこういう日本の変なこと言っちゃう、分かるようになんかねさりげなく合図してくださってて、なんかもうその本番はなんか愛理さんの方見るってずっと思ってたからなんかそれに気づかなかったくらい愛理さんの方を見たんだけど、でも後から定点で見たらちゃんと分かるように触れてくださってて、なんてプロですよね、普通にやっぱすごいなって思いました。もうプロですプロです、あれでも優しいしもうプロですとも思いし、ダンスも上手だし、ファンサーすごいしプロですもん。あの帽子のかぶり方とかも愛理さんが本番ギリギリに教えてくださって、でも今日は愛理さんがいないじゃないですか、だからちょっと心配ですそんなずっと頼ってちゃダメなんですけど、愛理さんがいないのがなんかもう心配っていうのがやばいですね。お仕事頑張って。うん。今日は愛理さんがいない。あやさんもいない。ちょっと心配。ね。なんで知ってるの？しっかり見てるやんけ。しっかり見てる。こんにちは。こんにちは。帽子のかぶり方ちょっとまだなんていうの完璧じゃないから、今日誰に聞いていいのか分かんないです。愛理さんいないから、ね、そうなんですよ。デリシャーサイヤさん、ラブリンさんと仲良く、いっぱい話しかけに行きました。いいかわかんないけどいっぱい話しかけちゃった。こんにちは。でも教えてくださると思うんですけど、でも全員優しい。てか見ましたか、ふゆかさんがあの私の犬制服の X いいねしてくれてるんですよあれ間違ってないよねめっちゃ嬉しくて、なんかあの時間がない声ありがとうございましたみたいな X はまあなんかこう押してくれても、あなんていうの押してくださってもまあその関係したから押してくださったのかなみたいな感じだけど、トーク会の投稿にいいねしてくださってて、ほゆかさんってなりました。こんにちは。
ありがとう。ふゆっぴさんね。ふゆっぴさんです。うん。確かに、いいね欄まで見てる私はちょっと変なのかもしれない。やったっていいですよね。やっぱなんか12期1人ってなんか孤独なんですよ、やっぱり。今日もそうなんですけど、孤独なんですけど、先輩優しいから嬉しい、優しい、嬉しい、美味しい、楽しい。こんにちは。いや本当に結婚してやだ。やだ。あ、こういうこと言っちゃダメだよね。やだ、ね、ダメだよね。こんにちは。今日ゆきさんにお写真お願いするのが私の目標なんですけど、できるかな。こんにちは。やだ。やだー。こんにちは。なぜマスク、なんかいつも聞いてくるよね。メイクしてない、もうすぐ家出るみたいな時はマスクですよ。こんにちは。具合悪いわけじゃありません。こんにちは。でもなんかわかんないです、私すごい K2 の先輩の顔面が好きなんですけど、漏れなく全員の顔面がものすごく好きなんですけど、ケツの先輩とツーショット撮ると自分の顔が惨めに思えてくるよね。いや、エサの時もそうだったよね。先輩とやっぱさ、お写真撮ってさ、え、自分めっちゃブサイクって思うよね。でもその画像自体の顔面偏差値がいつもより上がるから、俺ピー。そうです。え、あやめろさん撮った写真ありますね。あります、前回撮っていただいた。こんにちは。そんなことないよ、ありがとう、ありがとう。本当に今日帽子のかぶり方誰に教えてもらう。こんにちは。こんにちは。え、その異形のサータン、異形のサータンね、体調悪くないですよ。ノーメイクですよ。帽子そんなに難しいの？なんか前回前回本番ギリギリで愛理さんにつけてもらって、そのつけた自分を
見てないんですよ。だからどれが本当の形かまだ分かってなくてっていう。そんなそんな。言いましたっけ、ミオさんにさ、前回の本番の後にさ言われたって話。こんにちは。ルカさん丁寧に教えてもらう。ちょっとさ、ルカさん本当に可愛くて話すのめっちゃ緊張します。めっちゃ緊張する。ドキドキの緊張って感じ。ミオさんがさ写真撮った後にさ、なんか暗いね、今日天気悪いから。ミオさんと写真撮って終わりにね、あなたを持ってるミオさん撮り終わったら、今日も一番可愛かった顔がって言われて優しいなと思った。顔がって顔が今日も一番可愛い、顔が可愛いって言ってもらって、バグです、バグ、バグが起きてます、世界において。こんにちは。ねえ、1週間なんで珍しい顔してるんですかね。でもなんか DMM とか見てても自分ブサイクって思うけどね。ね、自分ブサイクだなって思うぬ、あ、思うぬとか言っちゃダメよ、本当に思うぬ、その言っちゃダメだってそういうこと言っちゃダメだって、インターナショナルサートなんだから。緊張る、緊張るって感じ。そう、何も考えないうちに言ってしまうんですよね。自分の声聞くと変に思えることないっすか。ないっすね前はあったんですけど、最近はなんか自分の声分かってきた。だから皆さんもアイドル始めたら分かるようになってくると思いますそんちゅうぐさくらありがとう、さくらありがとう。サータの声いいよね、だってやっぱね、インターナショナルになったんですよ最近違うの、アイドルになったら自分の声わかるよ。だからみんなも配信とかしていくうちに自分の声わかっていくから、ぜひ始めてみて。踊り方の話
何の話だっけ、何の話だっけ、何だっけ、配信しても誰も来ないから、私が見に行ってあげますよ、仕方なく。サタのダジャレ好きだよ、行った後にちょっと照れるの、照れてないですよ、どうやってるんだよ。怪我してやだ、こんにちは、やめありがとう、40分までやります、まだ緊張するね、なんかさすがにまだ緊張しました、昨日までは意外と大丈夫なんじゃないとか思ってたけど、ちょっと帽子を落とすとかそういうコメント見たら緊張してきましたね。ですね。はいはいはい。はい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 。はい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 。ミオさんの、ミオさんの方ってなんかすごいんですよ。みおさんの肩を昨日触ってみたら、初めての肩でした。筋肉なのかな、わかんない、筋肉なのかな、みおさんの肩はなんか他にない肩です、面白かった、その会話が面白かった、前目に深く振るは落ちにくい、なるほどなるほど、歩くところが一番怖いよね、風でさピュンって行っちゃいそう、わかんないです、わかんないです、なんかどういう流れで肩触ったんだっけ、どうもありがとうございます、お餅ありがとう、どうもありがとう、おいしい、ありがとう、ねえ、ぬえ、え、違う、え、でもみおさんさ、こないださ私に対してさキュートアグレッシブ的なの発動してました、キュートアグレッシブだっけ、キュートアグレッシブですか、次聞いたレベルに、そこらありがとう、フォローありがとう、いつもありがとう、こんにちは、こんにちは、トーク会後に情報交換とかしてます、え、別にしてないですね、なんだろう、なんのだろう、あとありがとう、
なんか、なんか可愛い、なんか赤ちゃんをいじめたくなるとか、可愛いものをなんか叩きたくなるみたいな、そういう現象があるんですけど、ちょっと怪しかったよ。何ですかとか言っちゃダメなんですよ。何ですか、何ですかです。日本語は何ですかですよ。いつもありがとう、夢ありがとう。飼ってる猫を食べたくなるみたいな、そういうやつね。壇上3位以上でいいですかね、今日は。すいませんね、あと2分なのでね。3位お星様、2位、もうお昼ご飯食べちゃったでしょ。2位マヨネーズ、1位ソースって感じですね。皆さん、本当に私たこ焼きが食べたくて、もうそればっか、もうたこ焼きばっか頭にあって、だからちょっとそうですね、はい、ソースとマヨネーズって感じ。たこ焼きめっちゃ食べたい、たこ焼き食べたい、たこ焼き食べたい。たこ焼きの私流の美味しい食べ方は、マヨネーズもソースもめっちゃ多めにかける。どちらかというとなんかソース4、マヨネーズ6って感じで、でむちゃくちゃ大量にかける。青のりは別にあってもなくてもいいんだけど、鰹節もちゃんとかける。え、ミキさんが帽子のこと聞いてって言ってくださってるんですか。もうお元気に行けます、ありがとう、ありがとう。でんなんちゃらドリートみたいなしてくれてありがとう。うん、心配だがな。いや、マヨラーなわけではないんですけど、あのたこ焼きに関してはちょっとマヨネーズ多めがいい、いいなって感じです。はい、電波ドリートみたいな、なんかね、あるよね。いつもありがとうございます。電波ドリートみたいな、ブリトみたいな。ではありがとうございました。また明日、またはまた明日、または劇場、または配信、またはって感じ。明日は何時にやるかちょっとわかんないんですけど、また明日。そうね、バイバイ、バイバイ。投票ありがとうございます。あ、投票ありがとうございます。投票お願いします。ありがとうございます、ありがとうございました、バイバイ。